ウィスカセットはアメリカ合衆国メイン州南海岸の林間軍に属する町であり、同軍の軍庁所在地である。州内のミッドコーストと呼ばれる地域に入っている。2010年の国勢調査では人口3732人だった。町内には環境教育を行っているチェオンキ財団があり、古い建築物があるので観光地になっている。 1605年、フランス人探検家、サミュエル・ド・シャンプランがここに上陸し、土地のインディアンと贈り物を交わしたと言われている。長席のあるシープスコット川沿いにあり、1663年に入植が行われた。1675年のフィリップ王戦争の時に村が放棄され、1730年頃に再入植があったが、フレンチ・インディアン戦争でも放棄された。 1760年、マサチューセッツ湾直轄植民地総督のトマス・パウナルにちなんでパウナルボロとして法人化された。1802年、当初の安倍ナき族インディアンの名前、ウィスカセットに戻された。この言葉は、港から出てくるがどこにいるかわからないという意味がある。アメリカ独立戦争の時、イギリスの軍艦レインボーがウィスカセット港で停泊し、町から 補給物資を差し出すまで一角を続けた。1775年、ジャック・バンカー船長がウィスカセット港に停泊していた、イギリスの補給船ファルマスパケットに積み込まれていた、給与金を盗んだとされている。その後何日も追跡され、リトルシール島で捕まえられた。その宝物が見つけられることはなかったとされている。独立戦争の時に包囲戦があったので、1八百八年に、 シープスコット川の対岸にエッジコムトリデが建設され、町と港を守ることとされた。ウィスカセットの町が繁栄した証として、港が市略線で重要な位置にあった時に建設された連邦様式の建物などが残されている。この時代に建てられたキャッスルタッカーとニッケルズソートウェール邸の2軒の住居は、現在、非営利団体のヒストリックニューイングランドが運営する。 博物館になっている。ウィスカセットの開港は、造船、漁業、製材業の中心になった。ボストンの北では、最も繁華な開港になっていたが、1807年の通商禁止法によって、イングランドとの貿易のほとんどが止められた。ウィスカセットの事業と貿易業の大半が潰された。1820年、メインミズーリ打の成立によって、 メインは公式に州に昇格された。ウィスカセットの街を州都にすることも検討されたが、対応に近いという理由で採用されなかった。南北戦争の時、ウィスカセットの住人が多く、メイン第20志願不評連隊に入隊した。この連隊は、ゲティスバーグの戦いで勇敢に戦ったとして、検証された。1871年、ノックス・アンドリン・カーン鉄道が、 ウィスカセットまで開通した。この鉄道は1901年にメインセントラル鉄道に吸収された。1927年、ケネベック川に架か,かるカールトン橋の完成によって、全国的な鉄道網につながることになった。ニッケルズソートウェルテ、1807年、建設ウィスカセットは2フィート橋気のウィスカセット、ウォータービルファーミントン鉄道と、 標準機の好点であり、開港の終点だった。工事は1894年に始まり、列車の運行は1895年にウィスカセットケベック鉄道として始められた。1913年までに43.5マイル北のアルビオン町まで毎日貨物と旅客列車が運行され、ウィークスミルズからノースバッサルボロまでの11マイルの貨物用支線もあった。 旅客と貨物は第一次世界大戦の後に次第に道路交通に頼るようになった。フランク・ウィンターが1930年頃に鉄道を買収し、チャイナから持ち船のスクーナー、ヘスパート・ルーサー・リトルまで木材を運ばせた。1930年代初期、早朝の列車がアルビオンからウィスカセットまで運行され、午後の列車がアルビオンに戻り、アメリカ合衆国でも、 最後の2フィート凶気の郵便車を移動させた。1933年6月15日、ホワイトフィールドで朝の列車が脱線して、鉄道輸送が中断され、その後はスクーナーに材木を積んで海岸の大都市に運んだ。近年までアメリカ国道1号線の橋近くに停泊する2隻の船が観光の対象になっていた。それは、ウィンターの4本マスト貨物スクーナー。 ヘスパーとルーサー・リトルだった。この二隻は企業家のフランク・ W ・ウィンターが競売で、それぞれ600ドルで落札し、1932年にウィスカセットに栄光してきた。その後、ウィンターの早すぎた死去の後に放棄された。その後の66年間、老朽化したこれら船舶は、メイン州でもよく写真の対象にされるものになった。1九9八年、暴風のために、 最後のマストが折れ、口ち果てた残骸は、シープスコット側から除去されることになった。1972年から1996年、ウィスカセットには、ベイリーポイントに、州内唯一の原子力発電所である、加圧水型原子炉のメインヤンキーがあった。1996年に閉鎖され、現在は使われていない。その閉鎖以降、就職機会が失われ、 人口と公立学校の入学者が激減した。ブラッドリー・ウィテカーが行った高校卒業式の当時では、あの就職機会がなくなったことで、我々の社会、周辺の街と学校体系が変わった。我々は皆、友達が去っていった。我々の両親には税が劇的に高くなり、学校の入学者は激減し、教師や管理者がいなくなり、授業と スポーツがなくなったと述べていた。町は2007年にメインヤンキーに変えて石炭ガス化発電所に置き換えようとしたが住民投票でその計画が否決された。ウィスカセットには町の南のシープスコット川沿いに石炭と蒸気の発電所であるメイソンステーションもあった。この発電所は1941年から送電していたが1991年に閉鎖された。 その施設跡は、現在、多目的オフィス、軽工業、住宅と店舗の複合施設など、再開発が提案されている。2008年、チェオン機財団がシープスコット川沿いに、超積発電所を建設する計画を発表した。アメリカエネルギー規制委員会が2009年に、この計画を許可した。しかしこの計画は、その後進展していない。 1973年に設立された、ライネル社が浸水性のポリウレタンプレポリマー製品を加工する装置を開発し建設した。この会社は2010年にメルンリッケヘルスケアに買収された。2014年1月、同社がウィスカセットにある製造施設の拡張計画を発表した。メインストリート2005年の観光シーズン、レッツイーツ。 ロブスターの有名なテイクアウトレストランウィスカセットは世界最小の教会があることでギネスブックに載せられた。この教会はネバダ州ラスベガスにあるリプリーのビリーブイット・オアノット博物館で時折展示されている。1991年5月1日メインヤンキー原子力発電所でボヤが起きた。この火事で大量の煙を吐き出し、 実際より事態が悪化しているように見させた。写真家、キース・ブルックスが撮影したビデオフィルムを地元メディアが取得し、NBC、ナイトリーニュースに渡した。この火事は大した脅威にはならなかったが、地元住民の多くが環境に対する問題だと考え、何度かの住民投票で閉鎖に追い込むことになった。2009年、町はアメリカ独立宣言の減少を請求する。 法廷闘争に負けた。この文書は元の町の役人の娘ソル・ホルブルックによって誤って売却されていた。バージニア州の裁判所は2002年にこの文書を47万5千ドルで購入したリチャード・エル・アダムズ・ジュニアに所有権があると裁定した。メイン州はこの訴訟に4万ドル近くを使っていた。レッツ・イーツは国道1号線沿いのドナルド・イ、e、ー・デービー卿の カタワラにある小さなテイクアウトレストランであるが、USA Today やナショナルジオグラフィックなど20以上の雑誌と新聞、さらには CBS のサンディモーニングやビルガイストによるレポートなど、全国ネットワークのテレビで取り上げられてきた。このレストランはメイン州最大の交通渋滞を生んでいると言われている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 町域全面積は27.66平方マイルであり、このうち陸地24.63平方マイル、水域は3.03平方マイルで、水域率は10.96%である。町内をシープスコット側が流れている。ウィスカセットの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は暖かいか暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて、 時には厳しい寒さになる。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号では DFB にあたる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オールドアカデミー、1936年 AB、US ギャザティアファイルズ2010、United States Census Bureau 2012年12月16日、閲覧。AB, American Fact Finder.United States Census Bureau.2012 年11月23日、閲覧。Population Estimates.United States Census Bureau.2013 年7月6日、閲覧。Find, A County.National Association of Counties.2011 年6月7日、閲覧。 Ab クーリッジ、オースティン・ジェイジョン・ビーマンス・フィールド、エイヒストリー＆ディスクリプション・オブ・ニューイングランド、ボストン、マサチューセッツ、ピアニッシモ、三百六十四、三百六十七、http コロンスラッシュ、スラッシュブックス、google。com スラッシュブックス、id イコールコマジチ ＆lpg イコール pa、q＆dq イコール、クーリッジパーセント、二十、マンスフィールドパーセント、二十。 ヒストリーパーセント20ディスクリプションパーセント20ニューパーセント20イングランドパーセント20万 1859& ピコグラムイコール PA364V イコールオネパゲ &Q&F イコールフォルスハットバーニージョージ J ギャザティアオブザステートオブメインウィスキャストボストンラッセル http コロンスラッシュスラッシュ history ト r a y s p l a c e ドット m w i s c a s s e t ダ htm ハッドピーターズフラットレールメインセントラルレールロードカンパニーメインセントラルレールロードハットジョーンズロバート c アンドレジスターデビットエールツーフィートツータイドウォーターザウィスキャストウォータービル ファーミントンレールウェイ、ブラッドパブリッシングカンパニー、ハット http w w w t, t i m e s r e c ド r d c o m アーティクルズ、二千十零六十一ニュース、ドック四 c 一万二千六百八十八 c d に、アファ四億三千九百二十三万七千四 txt-http ハットコロンスラッシュスラッシュ w w w y o u t u b e トコムスラッシュオッチ、watch? v イコール j b w r x t x t 3 3 9 h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.democrati cunt ergrount.com スラッシュ tsca スラッシュ dubo ard.php アズイコールビューオールア and a d d イコール 115x 12219 funding u n i v e r s セントラルマイネパワーヒストリーブースベレジスターポッシブルメイソンステーションはペットマウントオーガスト十七二千十二 http コロンスラッシュスラッシュ www.coastaljournal.com スラッシュウェブサイトスラッシュインデックスドット php オプションイコールコムコンテントタスクイコールビュー &id イコール八百七十一アンド アイタマドイコールイチストザートコナー、ベッタ、タイダルパワー、ゲッツイニシャルグリーン、ライトインタウンオブウィスキャスト。2014年4月11日閲覧。マルンリーカヘルスケアエクスパンズウィスキャスト、マニファクチュアリングサイト。2014年4月11日閲覧。リドユーシーホワット、アイソー。 ザ・デイリーテレグラフ、h t t p w w w t e l e g r a p h co, uk, travel, destinations, North America, USA, Journey Sacrosse h u l a 721170, DWC HOAT ISO, HTML, HAT A B GOOD TONAF, ABY, A TOC OF war OVER, A Declaration OF INDEPENDENCE, The, newyork times http://www.nytimes.com/.2007/.12/.11/.11p:/.11p:/.html:x=13 億5511万 5600&en==91 万5056ビット、0e40f3 ビット a イコール5124アンド、パートナーイコールパーマリンクアンド、イクスプロットイコールパーマリンクハット http コロンスラッシュスラッシュサーチドットヤフードットコムスラッシュサーチ、p イコールレッド 27s イツアンド、fr イコールアッシュメールアンド、イグメイツくんイコールウェブサーチ、ハットクライメイトサマリーホーウィスキャスト、メインハット、アメリカンファクトファインダー。 ユナイテッドステーツセンサスビューロー2008年1月31日閲覧ウィスキャストニュースペーパーハットメインイースタンレールロードハットウィスキャスト S ヒストリカルランドマークスありがとうございます